前々から扱っては見たかったんだよね。何が一番有名かというと、1970年代にロシアっていうか、その頃はソビエトですね、崩壊するっていう現象の、うん、はい、こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です、うん。さあ、始まりましたね。はい。始まりましたね。もうでも、これを収録してるのは、まあ、年明けなんですけど、もう2月のオンエアってことになる、はい、いや、これは1月13日です。え、1月13日、来週です。あれ、あ、そっか。全然近いですよ。意外とさ、イラさん近いですよ。すぐに出してぐるぐる回してるんだね。でも意外と、はい。なるほど、そうです。頑張ってくれてます。で、今回はですね、僕が本屋さんをうろうろと、何かネタはないかなと思って歩いている時に見つけたこの本です。来ました。タイトルがうまいね。うん。うん。これ、エマニュエル・ドットさんとあんまり関係がないんで、うん、文春の新書のタイトルをつける人がうまいと思います。老人支配国家、日本の危機。エマニュエル・ドット。ドットは、こういう海外ものの論客が好きな人だったらもう、とっくに知ってると思うんですけど、うん、前々から扱っては見たかったんだよね。何が一番有名かっていうと、ドットさんはですね、1970年代に、ロシアっていうか、その頃はソビエトですね。ソビエト連邦は崩壊するって予言するの。ね、今後10年、あるいは20年のうちに、ソビエトは崩壊する。で、その頃ロシアはまだ全然強かったので、うん、何言ってんだこいつって言ってたのに、十数年後、ベルリンの壁崩壊でロシアのソビエトが崩壊するっていうのを予言した人として有名なんです。当時25歳ですよ。すごいですね。そうだったんだ。そう。で、やっぱり、このドットさんって、歴史人口学者なんですよ。うん、人口動態をもとに社会がどう移り変わっていくのかっていうのを、割と緻密に予想する人なんだよね。うん、ということで、実は、今回じゃあちょっとハイライトの一つを無料部分でいきましょう。はい、これです。中国はトップにならない。いきなり来ましたね。ドットさんがソビエトが崩壊するって予言したのは、その当時のですね、1970年代のソビエトの乳幼児死亡率が急激に上がっていたからなんです。乳幼児死亡率。要するに赤ちゃんが生まれた病院、産院に予算が回せないぐらい国が弱っている。うん、これは国は持たないよ、潰れるよっていうのをドットさん予言するんだよね。うん、で、今回は今中国に予言しています。これです。中国はトップにならない。世界の覇権を握らない。うん、これ今あと何年かのうちにアメリカの GDP を超えて中国が世界のトップに立つ。うん、経済的にも、軍の力でも、まあ軍事的にもトップになるってみんな言ってるじゃないですか。うん、でも、ドットさんがいるような、この人口学、歴史学の世界では、中国が世界の覇権を握るなんていう人は誰もいないんだって。なぜなら、これです。出生率が 1.3。これって少子高齢化でやばいやばいって言われてる日本と同じなんだよね。この数字がずっと続くってことは、あと数十年のうちに、まああと100年も経つと人口が半分になるってことなんですよね。いつの間にこう。あれだけ昔ね、一人っ子政策で抑えてたみたいな、うん、抑えすぎちゃった。そうそう、一人っ子政策が強すぎて。うん、で、あとほら、しかも今、中国、韓国と一緒で、受験競争がめちゃめちゃ激しくて、教育費と住宅費と、バカにならないぐらいかかるじゃない。うん、なので、もうこの出生率がどんどん落ちて、日本と同じになっちゃったらもう、これはトップにはなれないよなと。しかもアメリカはじりじりと人口増えてるからね。逆にそれこそゼロコロナ政策もそうですけど、どこまで本当かってありますけど、中国ってこう、やっぱ共産主義だからドラスティックに全部なんか、そういう一人っ子政策もそれ抑えてできるじゃないですか。うん、でもさすがに増やすのはそんな簡単にはできない。昔減らすのは簡単だったんだけど、増やすのは今、経済的に分かっちゃったからね。へー、そうか、そうか。分かる。ですね。単純に3人増やすって話じゃないから、その後が大変ですね。そう、豊かになったら、子供にお金がかかるんだってのが分かっちゃったんで、まあ中国人はお金大好きだから、まあ経済的に不利になるようなことはしないだろうな。ということで、まあ中国がトップにならないということをこの本の中でも言っています。はい。でも面白いよね。面白い。出生率ってそんなに重要なんですか？これはね、もうね、2.07 人、女の人が1人当たりね、一生に産まないと、人口が減らない、これが水準点なの。維持できない。人口が維持する。うん、これより 0.7 も下がっちゃうと思う。しかも、中国が有名だよね。
あの、男の子がみんな欲しいんで。産み分けどころか、まあ、かなり厳しい手術とかやってるんで。中絶とかも平気でね、そうそうそう、どんどんやっちゃって男性の方が圧倒的に多いから、女の人がもともと少ない上でこの数字なので、何千万人も少ないんだよね。なるほど。だって女性がいないと当然ね、産めないわけだし。うん、そうですよね。ただ、実は、これで 1.3 やばいねって言ってるけど、韓国はもっと恐ろしいことに、0.8 なんですよ。これはやばい。で、今年、去年か。去年はコロナで、これが 0.6 になるんじゃない、うん、あらららららら。半分。うん。でも韓国って今人口5000万人じゃん、うん、めっちゃ減るじゃないですか、ずっとそれやってたら。で、このうち半分2500万が女の人じゃん、うん、が 0.6 産むとなると、一世代で産むのは1500万だ。うん。これ。もしこれがずっと繰り返したらね。一世代、ほぼ50年ちょいぐらいで5000万から1500万になるってことです。あっという間に減ります。東京になります。1500万。恐ろしいでしょ。なので、これは本当に日本も今一番やばいのはここなので、これだってもうめちゃめちゃやばい数字なので、ここなんとかしないとねってことなんだ、ね。なるほどね。これ当然のことですけど、うん、あれですよね、うん。要はその出生率が下がると人口が減って、うん、人口が減るっていうことは、その国が維持できない、存続できないっていうことになるってことですか、うん、そうだね。ただ存続できないって言ってもうまくダウンサイジングしていけば。うん、ただ日本みたいにさ、例えば経済の6割とか7割の、まあ6割強かな、が内需だと、うん、人口が減るだけどんどん市場が縮んでいくんで、うん、今日本でね、悠々とやれている大企業でさえ危ないってことなんだよね。うん、これってなんかその人口が減ることによって、うん、その今、令和ですけど、うん、もっと昔にの人口、うん、そう同じぐらいだった時の時代に生活が戻るとかそういうことがあったりとかするんですか？戻ってもいいと思うんだよ。うん、で、江戸時代は、全国で3000万人なんです。うんうんうん、ただ、ここに戻ったら、大変じゃない？今の韓国の半分だよ。うん、これで、豊かで、自由な暮らし、みんなが iPhone を持って、休みの日に旅行に行けて、外食ができる暮らしを守れるかどうかってことなんだよね。そうですよね。もちろん、ロボットとか作れば工場で働いてはもらえる。うん、働かせられる。ただ、物を作っても売る当てがないよね。そうですね。今、輸出で稼げてないし、日本の国内の市場が今の4分の1になるわけだから、うん、今1億2000万超えてるからね。今でこれなのに、それの4分の1ってやばい。で、しかも、この3000万人の人口のうち、その、まあ、150年から200年先に、老人は、例えば 40% とか 50% の老人比率だったら、どうなる？働ける人は、さらに半分の1500万。まさに老人支配国家だな、これ。本当ですね。今日のタイトルにぴったりの数字が出てきちゃいましたね。だからさ、僕思うんだけど、ちょっと、日本もさ、東アジアで中国の儒教の影響とか強くて、うん、年寄りを大事にしようみたいなことばっかり言ってるけど、うん、もうそろそろやめた方がいいよね、うん。年寄りに使ってるお金を少し子供とか若者に回さないと。うん、今はその、老人というか、その、ご年配の方たちにお金をまあ使いすぎてしまっていて、うん、その新しく生まれてくる、その、まあ、なんでしょう、子供だったり、子供だったりとか、若者とかに全くその、手をかけてないっていうことが問題っていうことですよね。まあね。うん、圧倒的なボリュームで使ってるからさ、お金は。そうですよね。うん、まあ要は、まあ、年寄りのための医療費とか、年金とかにものすごい予算を入れてるんで。そうですよ。でもこれって今出てきた問題ではなくて、うん、もちろんずっと前から分かっていたことでなんですよね。このトットさんも言ってましたけど。人口については分かってるけど、経済については分かってないわけよ。うん、要するに右肩上がりで日本は成長していくんだっていうのを前提に、年金とか全部組んじゃったの。うん、分かってないのか、それ分かってて逃げ切ろうとして、そういうふうに。そう、で、その30年以降ずっとこの30年間成長してないんだけど、うん、まだ昔の夢を見ながら予算を組んでるわけ。うん、昔の夢を見ながら。だからやっぱ見て見ぬふりしてるんですよね。そういうことになっちゃいますよね、うん、なんかそれだけ聞くとね。そうなると、これからさらにしんどくなるんで、借金だってバカみたいな額だし、うん、みんな死に逃げしちゃうよな。うん、そうですよね。でも我々これからやっぱ土地重ねていくわけじゃないですか。現役でまだバリバリ働いてる世代で、だから
どう折り合いをつけていいのか本当難しいですよね。なんか自分の保証がなくなるって思うとやっぱり、うん、あなんか怖いなとも思うし、だからといって今あの現状生きていかれなかったらそれはそれでやっぱり困っちゃうし、うん、そうだね、だからそれに対するドットさん風の回答も一応出ています、うんうん、なのでこれはあのまあ後半の方でちょっと話しましょう。はい、はい、ということでじゃあお便り、はい、ご質問、はい、じゃあまずお便りからいきたいと思います、はい、皆さんこんにちは。いつも YouTube メンバーシップで視聴しています。はい、大人の放課後ラジオ、シャープ91、性が小説から追放されるのはなぜか、これからの小説のあり方を考える特別会で、長い家風の、うん、木刀奇談に惹かれ読みました、うん、おいいね、懐かしいような情緒と大人のエロスを感じました。60代手前の主人公が木刀の入り込んだ失笑窟にお忍びで通い、失笑窟って分かりにくいよね。失笑窟ってなんだ、その頃は吉原とかがあるわけ、うん、はいはいはい、言ってみれば、うん、でも公認の方じゃない勝手にやってるところってこと。へえ。青線ってやつだね。あ、なるほどなるほど。なるほど。そこにですね通い、うん、お雪という女性とむつまじくなる、うん、現代のサービスとは違い住まいや生活に足を踏み入れてる感じ、抱え主と女を待つ気まずい世間話や、ドブ川沿いで花鳥に入って茶漬けを食うなどなど、生々しい明治日本が目に浮かぶようでした。26歳になる女に見た目40代に捕らえられ、借金返したらおかみさんにしてほしいと言われる。初めて会った日も覚えているくらいに好意を寄せられて、やわく温かな感情を抱くけれど気持ちに応えられず、夕立の来そうな夜空を見てやり過ごすあたりの雰囲気が良かったです、新鮮な読書体験ができとても感謝しております。うわー、この人でもセンスいい ね、 もう文章からね。40代、40代だったらでも分かるよな。うん、そっか、これは性小説なんですね、この木刀奇談は。っていうより、うん、まあ長い家風は割となんか私小説なんで、実際にそういうとこ流行ってるわけ、はい、なるほど。うん、なので、そういうところで出会った女性の話を書くと、まあ一度結婚してるんだけど、うまくいってないんだよね。すぐに別れちゃって。で、それ以降、特定の相手は作らずにずっとフラフラと風天老人をやっていたので、でも文章は素晴らしいし、めちゃ面白いのでおすすめだよね。へえ、そうなんですね。素敵なお便りありがとうございました。はい、じゃあ続いて質問いきたいと思います。はい、32歳の男性からです。5つ上の彼女と付き合っています。もっと甘えてほしいなと思うのですが、彼女が長女気質だからなのか、なかなか弱音を見せてくれません。どうしたら素直に甘えてくれるようになりますか？何かアドバイスいただけると嬉しいです。ということなのですが。ね、僕ね、逆だと思うんだよね。お、と言いますと。あの、相手が5歳上で30代半ばよりちょっと上じゃない。うんうん、なので、向こうは、あの、彼のことを年だと思ってるので、うん、逆にうんと甘えちゃうっていうのがいいんじゃない？ああ、そっかそっか、男の人の方が。そう。甘えちゃうと、その、なんか、世界の中で女の子の方も、逆に降りてきてくれるんで、彼結構しっかりしようとして、うん、自分についてこいとか、甘えてほしいみたいなことを思ってると思うんだけど、うん、もっとダメなところを見せれば、向こうもダメなところを見せると思うんだよな。あとどうですか、そもそもこれ言っちゃおしまいかもしれない、うん、なんかもうこの方が言ってるその長女気質が関係なくわかんないですけど、なんかやっぱタイプってあるから、うん、もう甘えない人は甘えないんじゃないかなみたいな。まあそれもあるね。でもなんか逆に気持ちはわかるけど、年下の男の子と付き合ってるって考えると、うん、やっぱりなんか甘えられないかもしれないって思います。なんか素直にやっぱ言い出せない、なんかしっかりしなきゃって思う。そうでなくてもちょっとほら、男の方がちょっと下に精神年齢もみたいによく言うもんね。プラス年も違ってたらもう、でも僕この彼結構しっかりしてるタイプだと思うんだけどね。そうか、なんかプライドが邪魔して、なんか年下だからって、なんか特に兄弟とかいると、自分にね兄弟とかがいると、なんか弟とかに甘えてるような感覚になっちゃうから、なんか上手にどう甘えていいか分かんないっていうのあるかもしれないですね。だから逆になんかあれだよね、あんまり張り合ってさ、しっかりしようとしすぎない方がいいなとは思うね。そうかもしれないですね。でもすごい気持ち悪い。僕は奥さん4つ年上だから、そうか、昔同じような悩みを抱えたけど、もうしかも全然
こんなこと言っていいから、まあいいか。うん、甘えるようなタイプじゃないから、すごい憧れを持ってたけど、うん、あ、もう無理だなと思って。そしたらすごく楽になったんですけど、これはダメなんでしょうか。いや、全然いいんじゃない。だから、ありのままの割と自分を出すと、向こうも出してくれるんで、長所だって甘えたい時はあるから、まあ数は少ないかもしれないけど、そういう時をうまく楽しめばいいんじゃないかなと思うね。でも、それにはやっぱりなんかあんまり背伸びしないで自分のダメなところを出した方がいい気がするな。そうですね。あとは、だんだんと、ちょっとお酒だか飲んで、赤ちゃん言葉的に戻ってたと。やっぱお酒ですね。なるほど、うん。なるほど。そうするとね、相手もなんとなく、お母さん言葉的になったり、赤ちゃん言葉になったりするんで。なんかそういうプレイが始まりそうな感じです、ね。そうなるとなんか楽しくなるじゃないですか。いきなり知らない人は赤ちゃん言葉って気持ち悪いけど、まあね、この関係でもちゃんと付き合ってるからね。ということで、うん、まあじゃあありのままの自分を出していってください。出す。で、はい、本当なんかダメなところを見せる。なんだったら思い切ってお漏らしするとかそういう手もあるよね。大丈夫ですか？これまだ無料版ですけど、ちょっと、まあ、今年もかっ飛ばしですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、この後後編に入っていきたいんですが、番組では引き続き皆様からのご感想、質問をお待ちしております。そして、毎回好評の小説家スペシャル、また今後ですね、新たな企画を考えておりまして、うん、僕らでちょっとね、キャラ設定の話が出たんで、井田さん募集をちょっとかけてください。はい、ですね、実は小説でも漫画でも今、日本のそのクリエイティブな世界ではですね、何かものを作るときに一番大事なのはキャラクターであるっていう風なので、うん、ほぼ結論が出てる感じなんですよね。うん、なので、僕たちもそのキャラクター作りはどうしたらいいのか、っていう回をやるんですが、そこでみんなにもキャラクターを考えてほしいんです。キャラクターを考える。はい。で、パターンは2つです。どっちも出してもいいし、別に1つだけでもいいです。うん、1つは、スーパーヒーローもの。うん、もう1つは、不倫ものの恋愛小説で、それぞれキャラクターを4人考えてください。4人以上です。スーパーヒーローは、うん、その悪と戦う、ま、スーパーヒーローっていうことですね。なんだけど、はい、そういうことになるとあれなんで、うん、4人のうち1人は悪のキャラクターを作ってほしいの。おー、なるほど。なるほど。4人のうち1人は悪と。4人のうち1人は悪。まあ、4人でも5人でも10人でもいいよ。でも10人はちょっとめんどくさいからね。うん、だから、善と悪のに振り分けて、例えば3人1でも2人でもいいけれど、うん、善と悪のスーパーヒーローを考えてほしいのがスーパーヒーローものの。うんはいなるほど。ね、で、不倫ものに関しては、うん、なぜ4人かっていうと、うん、カップルがいて、そこに1人不倫が入るだけじゃ立体化しないんだよね。うん、もう1人全然別な角度から入ることによって、物語って膨らむので、なので4人。はい、結構難しいな。4人の男女を作ってほしい、ね。すごい、すごい細かい話ですけど、はい、その今の不倫ものの4人っていうのは、うん、実際その4人が、まあ、まあ、3人じゃ膨らみが足りないから4人ってありましたけど、その4人目もこの当然恋愛に絡んでいくっていう。の方が面白いよね。だから例えば、夫婦二組でもいいよ。ただその夫婦二組の設定をどういうふうにしていくか。仕事はどう？性格はどう？スタイルや。なるほど。ルックスはどう？みたいなのを全部作れるので。これまた、ちょっと僕もこれやってみるんでドキドキしてきましたけど、細かい話ですけど、そのキャラ設定するっていうのは、どこまでどう、例えばこういう小説の、まあ、どこも自由なのかもしれないけど、小説のタイトルで、この4人出てきて、うんうんみたいなことをみんな応募すればいいんですか？どういう体裁っていうか。小説のタイトルまではなんかなくてもいいかも。はい、もちろん考えられる人は考えてもらっていいんだけど、うん、まあそれよりは、人物の名前、キャラクター、うん例えば年齢と背格好ぐらいまででいいです。じゃあ別にストーリーは書かなくていい。ストーリーは大丈夫。キャラだけでいい。なるほど。でもそのキャラがやっぱ立ってると、ね、これまでの小説家スペシャルの話じゃなくて、なんかストーリーいろいろみんなで想像する。キャラクターが立ち上がってからストーリーを作る方が意外と今うまくいくんじゃないかと。なので小説とか漫画とか書きたいっていう人は、うん、最初にキャラを作るのでそこの部分の練習って感じかな。楽しみですね。そこの縛りだけでね、うん、当然、2人ね予約のひなさんもやってもらえるし、はいこれを見ているね、リスナーの人たちがどんなキャラを出してくるか。そうですね。面白そうだな。いやすごい設定がベーシックだからこそいろんなこう幅が広がるから難しいっていうのもありますよね、うん、なんかね。うん、いや楽しみですね。はい。じゃあ、それで皆様からの応募の中でもちょっと面白いのを取り上げてみるかもしれないということですね。はい、ということで、そちらも、下に URL を、記載しておきますので、募集しますので、じゃんじゃんお寄せください。はい。はい。ということで、この後、老人支配国家続きは、4通りで、ご視聴いただけます。YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、そして Apple サブスク、audiobook.jp、いずれかの方でご視聴ください。それでは、後ほど。はい。
なるほど。こっちと競争しないといけなくなったから、無理やり値段を下げてアルバイトにした。なんかこの聞こえがいいじゃないですか、すごい。そう。新自由すぎて。うん。そこなのよ。これも聞こえがいいんだよ。ですよね。聞こえない言葉ほど危険だよ。聞こえはいいんだけど、これは新自由主義じゃなくて、弱肉強食主義。ひどい。そして老人支配国家みたいな。騙された。そう。なるほど、そういうことか。なので、ドットさんの立場としては、グローバリズムじゃなくて、程よい